今からちょっとパンプカー作りたいとこれです、ホクレのポップコーン。これ賞味期限が4月24日までです。賞味期限切れてでも関係ないです。ちなみにこれ50円くらいで売ってたんですよね。定価は分かんないんですけど半額以下な気がします。もともとそんなに高くはないけど40何円とかで売られてました。当然買った時は賞味期限は切れてなかったです。柄のついた蓋のある深い鍋にコーンを一並べにします。音のでかさよ。食用油をコーン全体が湿る程度、約大さじ1杯を加え塩適量を振りかけます。取り除くの忘れないようにしないと。入れました。蓋をして中火または弱火にかけます。中火にしとこう。世の中にこんなバカが一人がのび太くん。ちょっと火が弱かったのか中火にしないと反応がないのでちょっと強めました。ポンポンと弾ける音がしましたら鍋を揺すってください。ああそういえばこの間っていうかつい 2,3 日前、東京プライド、東京レインボーパレードでしたっけ、正式名称。なんでゲイパレードじゃなくなったのか不思議なんですけど、東京ゲイパレードに行ってきまして、まあ昨年と変わらず、なんか別に何も変わらずで、私自身声かけられることもなく、でもね、なんかこの人どっかで見たことあるなっていう人がものすごいいっぱいいましたね。なんかどっかで見たことあるなって、アプリかなとかツイッターかなとかで、私は前回というかこの私の動画に登場したことがあるゆうたろうくん、元いあっくんと一緒に行ってたんですね。あっくんともう一人くにこっていう、ようわからんなんか若者と一緒に3人で行ってたんですけど、そのあっくんが結構ツイドルって言ってすごいツイドルがいっぱい来てたらしいです。でもツイ、なんか白いのが見えてきた。ツイドルって言っても私ツイドル全然知らないですからわかんないんですけど、どっかでこの人どっかで見たことあるっていう人がいっぱいいました。あ、塩入れるの忘れた。もう塩入れるって書いてあったのに、できた後でいいですか。そんでね、浜坂あゆみさんことお浜が来てたじゃないですか。すごい残念なことがあったんですよ、1個。私はお浜の大ファンってことじゃないですから、歌全然聞こえなかったんですよ。 ほぼ聞こえない。去年の中島美嘉ちゃんの時は結構と同じ場所で聞いたんですけど、中島美嘉ちゃんの歌は結構聞こえてたんですよ。すごいできた。今回のお浜の曲は本当に声聞こえなくて、で耳をこうそば立てても全然聞こえない。なんかすっごいビブラートだけは聞こえてきたんですけど、ビブラート以外が聞こえてこないの。はしゃいで。そんで、したない歌はもう聞こえない、仕方ない、別に聞こえなくても別にいいと思ったんですよ。ただちょうど俺トイレに行ったんですね、仮設トイレに。そしたらトイレの近くがそのステージの裏だったんですよ、真裏。ステージの真裏にトイレがあって、それでトイレ行こうと思ったら、そこで出待ちをしてるファンがいっぱいいて、
で、ああなんだこっから出てくるんだ最後終わった後ってライブが。でもそしたらね、歌ってるとこは全然見れないから、バックのね出待ちのところで一緒に出待ちしてママが帰るとこ見ようと思ったんですよ。でトイレ行って待ってたら、まあ出てくるじゃないですか。出てきたらね、なんかスタッフの人がなんか、まあ、クリなんかホワイトボードみたいな、なんかプラスチックかなんかのボードで完全ガードしてて、お浜のこと一切見えなかったんですよ。一切見えない、一個もない、こっちからオファーしてないんだよなくて、でなんかもうすごいもう幻滅しましたね、お浜が。いやそこは別に隠す必要なくないと思って、出待ちなんか特にね、それ楽しみにしてるファンなんかいっぱいいると思うのに。ちょっと一回電源を切って、ファンの人たちないがしろじゃんと思って、ちょっと幻滅でした。わーお、すごいできてる。私ね、かずえちゃんって知ってますか？ YouTuber をやってるかずえちゃんっていう人いるんですけど、まあ、知らない人はきっと知らないんでしょうけど、ゲイ YouTuber の中ではすごい有名な人だと思うんですけど、その人が毎年、まあ、去年もやってたんですけど、なんかインタビューをゲイパレードの会場の代々木公園の中でインタビューを、動画を撮ってたんですけど、俺それ出たかったんですよ本当は、売名のために冗談ですけど売名のためってのは冗談ですけど、まあまあ自分のチャンネルも宣伝してくれるだろうし、きっと出たら。でまあね、こんな時代ですから私もまあ隠さなくてもいいかなと思ってるんですね、ゲイだってことは。今更感あるし、もういいかなって思ってるんですよ、別にバレても。もうこの年になって結婚もしてない、彼女もいないなんて言ったらもうそれしかないこともないですけど、その可能性大じゃないですか、薄々みんな察してると思うし、いいなと思って出たかったんですけど、日にちを間違えてて土曜日にやってたんですね、それ。と日曜日に行ったんですよ最後が。日曜日に行ったから、であれなんか和江ちゃんのツイッターには3時ぐらいからここで撮影始めますって書いてあるのに、待てど暮らせど始まらないなと思って、放送が。だから あれと思って、あーくんが「えそれ本当に今日なの？」って言うから、俺もう一回ツイッター見て確認したら「ええー」みたいなね、「昨日ですやん」みたいな、「終わってますやん」と思って。結局和江ちゃんにも会えず、まあお浜の歌は聞こえず、出待ちも見れず、何しに行ったんか分かんないでもまああっくんと会うのも久々だったし、くにこっていうもう一人のね彼と会うのも久々だったし、まあいっかと思って、楽しかったしね。そんで帰りにブックオフに行ったんですけど、新宿1丁目にある、で新宿1丁目にあるブックオフが24時間営業なんですって。私もう感激しまして、この24時間営業のブックオフってあるの？と思ってね、びっくりしまして、すごい感動して、そこでまたしても岸優介さんの小説を買っちゃいました買っちゃうよね、スズメバチっていう前から読んでみたかったやつあったから買っちゃったと思って、あとバットマンアーカムナイトっていうプレステ4のゲームも買っちゃいました。買ってる場合じゃないんだけど買っちゃいました。本当のファンなら落ち目の時こそ応援しなきゃ。すごくないですかこれ、あんなになんかちっちゃかったのがこんなかさ増しで、すごい。美味しい、美味しい。賞味期限が2週間くらい、2週間、まあ2週間半くらい切れてても全然問題ないです。美味しい。
いう話。今日これ買ったんです、クリアラテ。なんかまあありがちな透明だけど味するやつの、透明だけどカフェラテの味がするらしい。ちなみにスーパーでは89円ぐらいでした。これのカフェラテの方がええな。薄いです。いらん。ポップコーン美味しい。ちなみに今ですね、バックでは K-POP がかかってるんですね。私 K-POP 結構好きで、 TWICE すごい好きなんですね。可愛くて曲も可愛いし。で、まあ、K-POP って嫌いな人はすごい嫌いじゃないですか。まあ日中韓のこの関係を考えれば嫌いっていう人が多くても仕方ないと思うんですけど、もう私 K-POP すごく好きだし、韓国映画もすごく好きなんですよ。で特にキム・ギドク監督っていう監督の作った作品がすごい好きなんですね。昔から悪い男とか悪い女とか春夏秋冬そして春とか、なんかいっぱいあるんですけど、その中でも特に印象深く残ってる、今でも大好きな映画が一個あるんですよ。韓国のキム・ギドク監督の作品なんですけど、それがね、サマリアっていう曲じゃない、サマリアっていう映画なんですけど、まあ一人の女子高生が主人公なんですけどね。サマリアはぜひ、私すごいおすすめなんです。でセリフが結構少なくって、なんて言ったらいいんでしょう、本当に役者の演技だけで感情とかを伝えるっていうような感じなんですよ。でですね、ちょっと曲がうるさくてでですね、サマリアっていうのは、まあ、一人の女子高生の、まあ、親友だった女の子がある日自殺するんですね、突然。で彼女は売春をやってて、まあ、援助交際やってて、まあお金もらって寝てたんですけど、男と。で主人公の女子高生は彼女が自殺した後、その彼女が客として相手をしていた男性たちに一人一人連絡を取っていって、まあ同じように寝るんですよ。でまあ劇中にバスミルダっていう名前の女神が出てくるんですけど、女神の名前だけが出てくるんですけど、そのバスミルダっていうのがインドの女神で、昔まあ、娼婦をやりながらその客の男たちを次々と仏教じゃない、イスラムかヒンドゥー教ですかねどっちかに回収させていったっていう伝説の女神のにのっとって、まあその主人公の女子高生が男性と、自分がね、自分の親友、まあ見てください映画をっていう話で。でまあ、韓国映画がとか K-POP 好きだし、なんやったら私はもう子供の頃から香港中国の映画が大好きなんですね。でカンフー映画が大好きで、もうジェットリーは私の本当に大英雄、もうヒーローですね。まああんなにスタントなしで、やっぱあれほどまで美しい武術をできるっていうのが、もうジェットリー、まあ、いろいろいるんですけど、そういう人たちはいるけど、ジェットリーが一番やっぱりすごいっていうか、武術の天才って感じだったから。で昔は香港電影通信っていう、香港電影通信ですね、滑舌が最悪ですけど
電影通信でっていうファンクラブがあったんですよ、香港中国の映画ので。私そこのファンクラブの会員で、まあ毎月開放が届いてくるんですね、電影通報電影通信か、なんか今度誰々の作品が新しく公開されますとか、誰々のコンサートがありましたとかいうのね、懐かしいなと思って。だから日中韓の関係は政治的に見ればまあ最悪なんですけど、私はすごい好きなんですね、この両国は。で韓国人とか中国人もまあ例えばマナーとか全然知らずに、知らないとか、まあ、日本人のことを毛嫌いしているような人たちに対しては私もどうしたのかと思いますけど、でもまあ基本的に友好的ですよね彼らは。まあ私が会った韓国人とか中国人の人たちに限りですけど、で友好的だし、まあ、中国人も友達いるし韓国人も友達いるし、いいかなと思うんですよね。何の話かっていう感じですけど、とりあえずこれはいらないかなっていう話で。